これはお肉をこよなく愛し、お肉を食らうことに歓喜するある肉食女子の物語。ジューシーたまらん。彼女が一番愛するお肉、それがアメリカンビーフ。今日も極上のアメリカンビーフを求めて食べ歩きの旅が始まる。よし、着いたぞ。ここは恩納村前田にあるハンバーガー専門店チルコリーノ。地元客や観光客に人気のお店。さあ、行きますか。こんにちは。店内はアメリカンポップをイメージした飾りがたくさんあるな。あ、ハンバーガーを食べているイラスト、かわいい。さ、メニューを拝見と。お、ハンバーガー専門店だけあって、バーガーのラインナップもなかなかいいですね。当店のこだわりは？何何？決め手のパテは US ブラックアンガス 100% を粗挽きすることで肉肉しく旨味がしっかりと感じられると。これはいいですね。すみません。はい。このコルビージャックバーガー一つください。はい、少々お待ちください。さあ、どんなハンバーガーがやってくるのか楽しみです。はい、お待たせしました。はい、コルビージャックチーズバーガーの方になります。うおー、でかっ。何ですか、この豪快なハンバーガーのボリュームは。はあ、私のお肉愛を刺激する。溢れ出すジューシーな肉汁と、柔らかさの中にも弾力があるこの食べ応え。凝縮されたお肉の旨味が口いっぱいに広がっていく。たまらん。そしてこのマイルドでコクのあるチーズと甘みがあるバンズの相性も抜群じゃないですか。はあ、まるでステーキを食べているみたい。最高でした。昔からの沖縄というのは US に馴染みが深くて慣れてるっていうんです、この US ビーフの味に。それで味もいいし、 US ビーフにしか出せない味が出ますんで。ハンバーグのパテを作るにあたって、脂身が入ってる肉じゃなく熱海で美味しい肉って考えた場合に、 US ビーフのジャックロールっていうのが一番適してるなと思って使うことになりましたね。赤身、肉の旨味ですね、肉自体の旨味が特有のものがあるんで、それが一番アメリカンビーフの強みだと思います。まあ気を使わずに豪快にかぶりついて
思いっきり楽しんでほしいですね。はい。